西川貴則と羽生結弦まさかの顔面プリント T シャツを揃いコーデファン騒然あかん良すぎる最近エンターテインメントの世界では意外なコラボレーションが注目を集めていますその中でも特に話題になったのが歌手の西川貴則とプロフィギュアスケーターの羽生結弦の共演です彼らはアイスショーファンタジー・オン・アイス 2024EI チでのパフォーマンスを通じて 多くののファンの心をつかみましたこの二人の出会いとコラボレーションは単なる偶然ではなく互いの才能と情熱が引き寄せられた結果といえるでしょう西川貴則が自身の X、旧ツイッターで羽生譲とのツーショット写真を投稿した時その写真に写っていたのはお揃いの顔面プリント T シャツでしたファンからは「あかん、よすぎる、おそろコーデとか仲良すぎですね T シャツ欲しくなっちゃいます」など 多くのポジティブな反応が寄せられました。これだけでなく、アイスショーのオフショットとして公開されたその写真からは、二人の仲の良さが滲み出ていました。今年のファンタジー・オン・アイスは、特に幕張と愛知での公演が素晴らしかったと言われています。羽生譲と西川貴則のコラボレーションは、圧倒的なプログラムとお互いへの深いリスペクトを感じさせるもので、多くの観客に感動を与えました。 最終日には映画館でライブビューイングを見たファンも多く、羽生結弦の卓越した演技と西川貴則の迫力ある歌声が会場だけでなく、映画館でも歓声を巻き起こしました。特に注目すべきは、二人の演技後に見せた熱い抱擁です。この瞬間は、彼らのパフォーマンスに込められた思いの強さを象徴するもので、多くのファンの心に深く響きました。お揃いの顔面プリント T シャツはすぐに完売し、 二人のコラボレーションがいかに特別なものであったかを物語っています。羽生ズルは、その圧倒的な存在感とショーマンシップで、スケーターやアーティスト、スタッフ全員の意識を高め、ショーの核を引き上げました。彼のスケートに対する情熱や観客への感謝、支えてくれる人々との信頼関係が、ショーの隅々にまで行き渡り、幸せな空間を作り上げていたのです。 西川貴則とのコラボレーションも発表当初から多くのファンが期待していた通りの共鳴ぶりを見せました。西川貴則が羽生結弦るのために作った楽曲、ミーティアに全身全霊を込めた演技は多くの観客を魅了しました。ショーの後で撮られたオフショットでは、羽生結弦るがわざわざ着替えて西川の顔面プリント T シャツを着る姿が見られました。これは彼の気遣いと西川へのリスペクトの表れと言えるでしょう。 二人のコラボレーションが成功した背景には、こうしたお互いへの思いやりと尊敬があったのです。また、西川貴則のファンと羽生譲のファンの間での交流も盛んに行われ、ショーの魅力をさらに引き立てました。ファン同士が SNS を通じてコミュニケーションを取り合い、お互いの好きなアーティストへの愛情を共有する姿は、まさにファンタジー・オン・アイスの魅力を象徴するものでした。西川貴則は、 常に明るるく楽しい雰囲気を作り出すすことがでできるアーティストです彼のカリスマ性とエネルギーは羽生ズルとのコラボレーションにおいても存分に発揮されました二人のパフォーマンスはまるで宇宙空間に引き込まれるような魔法を感じさせるもので観客を一瞬にしてその世界に引き込んだのですこのコラボレーションの成功は彼らの間に芽生えた新たな友情とプロフェッショナルな関係によるものでした ハニューるのパフォーマンスに対する真摯な姿勢と西川貴則のエンターテイナーとしての能力が絶妙に融合し観客にとって忘れられない瞬間を作り上げましたファンたちはこのコラボレーションが再び実現することを強く願っていますこのように異なる分野のアーティストが互いに協力し新しい価値を創造することはエンターテインメントの世界において非常に重要です 西川貴教と羽生結弦のコラボレーションはその恒例といえるでしょう彼らの共演は多くの人々に感動を与えエンターテインメントの可能性を広げましたこれからも異なる分野のアーティスト同士が互いに刺激し合い新しい挑戦を続けることが期待されます西川貴教と羽生結弦のようなコラボレーションが今後も多くの人々に喜びと感動をもたらすことを願っています この素晴らしいコラボレーションがもたらした感動と影響は単なる一時的なものではありません彼らのパフォーマンスを通じてエンターテインメントの力やアーティスト同士の絆の重要性が改めて認識されました特に異なるジャンルのアーティストが一緒に作り上げる作品は新しい視点や可能性をもたらします羽生譲はフィギュアスケート界でその名を知られる存在ですが彼の多彩な才能と情熱は 単なるスケートの枠を超えています彼の演技には常に物語があり観客を感動させる力があります西川貴教とのコラボレーションではその物語性が一層際立ちました音楽とスケートが一体となった瞬間観客はまるで一つの壮大なドラマを見ているかのように感じました一方西川貴教は音楽業界での経験と情熱を持ち合わせており そのパフォーマンスは常にエネルギッシュで観客を引き込む力があります羽生ズルとの共演では彼の歌声がスケートの動きと完璧に調和し2人の間に生まれたシナジー効果が最大限に発揮されましたこのコラボレーションは彼らが互いに尊敬し合い同じ目標に向かって努力することで実現したものです彼らのパフォーマンスが終了した後、多くのファンが感動の余韻に浸り その後の後交流も活発に行われました SNS 上ではファン同士が感想を共有し合い2人のパフォーマンスについて語り合う姿が見られましたこのようなファン同士の交流はエンターテインメントの楽しみ方をさらに広げるものですまた今回のコラボレーションが成功した背景にはプロフェッショナリズムと共感の力があったことも忘れてはなりません羽生結は常に最高のパフォーマンスを追求し そのために日々努力を惜しみません一方西川貴教も同様に観客に最高のエンターテインメントを提供するために全力を尽くしています彼らの共演は単なるエンターテインメントの枠を超えアートとしての価値を持つものとなりましたこのコラボレーションの成功は今後のエンターテインメント業界にも大きな影響を与えるでしょう異なるジャンルのアーティスト同士が協力し合うことで 新しい表現の可能性が広がりより多くの人々に感動を与えることができます西川貴教と羽生結弦のような異業種コラボレーションが今後ますます増えることが期待されますまたこの成功はエンターテインメントの力を再認識させるものでした音楽とスケートが融合したパフォーマンスは観客に強い印象を与え彼らの心に深く残りました これこそがエンターテインメントの本質であり、その力です。観客に感動を与え、忘れられない瞬間を提供することは、アーティストの最大の使命と言えるでしょう。今回の西川貴則と羽生譲るのコラボレーションは、まさにその使命を果たしたものでした。彼らのパフォーマンスを見た多くの人々が、その瞬間の感動を胸に刻み、新しいエンターテインメントの可能性に思いを馳せました。今後も、 彼らのような情熱と才能を持ったアーティストが新しい挑戦を続けていくことを期待しています。結論として、西川貴則と羽生譲弦のコラボレーションはエンターテインメントの世界に新たな風を吹き込み、多くのファンに感動を与えました。彼らの共演は単なるパフォーマンスではなく、アートとしての価値を持ち、多くの人々に喜びと希望をもたらしました。この成功を糧に、 今後も異なる分野のアーティスト同士が協力し合い新しい表現の可能性を追求していくことを願っていますエンターテインメントの未来は明るく彼らのようなアーティストの存在がそれをさらに輝かせることでしょう彼らのパフォーマンスに込められた情熱と努力は多くの人々に勇気と感動を与え続けるに違いありませんこれからも彼らの活躍に目が離せません